本命シネピックとなるか、イーシン、ツイック HD、サクッとレビュー。OCS の紺色の袋に入って無事到着しました。 TWIC HD 何せトゥースピックでありながらもフル HD 撮影が可能となった BNF モデルです。期待せずにはいられません。おお、プロペラが装着された状態でのケース入り、持ち運びにありがたいです。ドローン本体、カメラにキャディックスベビータートルを採用、遅延の少ない FPV ビデオ伝送とフルハイビジョン 60fps 撮影が可能でありながらも従来より小さく軽くなった優れものカメラです。1105KV5200 ブラシレスモーター、2セルから3セルまでに対応したブラシレスモーター、プロペラにはゲムファン3インチ2ブレードを採用、これが低音の効いたいい音出すんですよ。プラグ付きケーブルがキャディックスコントローラーで各種セッティングを行えるように用意されています。バッテリーストラップはちょっとチャッチータイプ、 USB ポートはボトムメンフレームにフラットで見えています。ダイソーのマイクロ USB ケーブルが普通にさせました。フレームが邪魔をして普通のケーブルがさせないなんてことはないんですね。基板は3層構造のミニタワーとなっており、上から VTX、キャディックスベビータートル、クレイジー BF フォーフライトコントローラーとなっています。なんだかキュートなボディデザインですね。それでは他の付属品などなど見てみましょう。予備パーツいろいろ、予備プロペラや予備ネジ、ドライバーなどが入っています。キャディックス OSD メニューボード、オンスクリーンディスプレイにて設定などを変更するときに使用するコントローラーです。セッティングマニュアル、特に改造などはする予定ではないので気になるのはバインドの方法ですかね。さすがクレイジー B、 もういちいちバインドボタンを押す必要がないというのは本当にありがたい。データフライトの CLI にてコマンドを入れれば OK、 あとはゆっくりプロポ側からバインドを行えばよいだけ。もちろん手堅く手動でボタンを押してバインド待機状態にすることも可能です。S バス対応レシーバーを増設してそちらで受信させることも OK。 なるほど、プラグ付きケーブルが2つ出ていたのは片方がキャディックス用、もう片方が S バスだったんですね。ロスト防止にブザーを取り付けたい方も多いでしょう。クレイジー BF4 フライトコントローラーはブザーのランドが用意されています。バインド方法などベータフライトのセッティングについては過去のレビューを参考いただくとして、今回もほぼほぼデフォルトのままフライトテストを行ってまいりたいと思います。フライトテスト、まずは OSD をご覧ください。デフォルトがこの配置、ベータフライトでお好きなレイアウトにすると良いでしょう。キャディックスベビータートルにはマイクも搭載されています。5インチを彷彿させる低めのプロペラ音がなんともいい感じに響いてきます。現在録画中なのかどうかが OSD 表示されています。キャディックスターシアではそれがなくなっていたので、改めて FPV 越しに状態がわかることへのありがたさをかみしめています。プロポのアンテナが調子悪いみたいで、受信感度がかなり低いみたいです。墜落させたくないのでなるべく狭い範囲で飛ばそうと心がけているのですが、なかなかそうはいきませんね。まだ飛ばし慣れていない機体ですので慎重気味なのと、飛ばしているところを見たいと見学されている人と世間話をしながらやっているので、あんま分回したりしていません。ごめんなさい。使用しているバッテリーはハッピーモデルの3セル 300mAア、 かなり軽い印象を受けます。フィーリング的にはセイルフライ X に近い気がします。何せ軽い、スロットでもほとんど開けずにビュンビュンいけそうです。カメラの角度はデフォルトで少し緩めです。カット見たい方は限界までカメラアングルを上げてしまっても良いかと思います。飛びのフィーリングはかなり良い方みたいですね。そろそろフルハイビジョン映像を見せてくださいよ。それでは SD カード内に記録された 1080p60fps 映像をご覧いただきましょう。Thank you.
着地ポイントに悩んだ末、草むらへとダイブ。飛行時間は4分半ですが、まだまだいけそうです。映像も見やすくていいですよ。おすすめです。ご視聴ありがとうございました。